皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。昨日の朝刊夕刊はね、ちょっとね、気合が入ってね、熱が入りすぎたかな妻広角飛ばしに画面血が出てきてた。読者からお笑いのフィードバックをね、いただくと思うんですけどね、どうしてもね、やっぱり教員20年やし、それ終わってから職場とか、スポーツとか芸術のね、現場に入っていくのでね、本当に集団がね、より良き理想の集団になればね、本当にみんな結果出てね、和気あいあいパフォーマンス、メンテナンスなんですよね。もう本当にそういう家庭や学校、部活、職場にしたいですよね。で、みんなそう思ってるよね。でもなかなか現場そうなれへんよね。もうそこが歯がゆい感じなんですね。でそれをなんとか、改善しようっていう、改革しようということで、連部作クレドをお届けをしています。今日のクレドです。行っちゃいましょう。今日のクレドは、組織の一番下に目線を合わせるって。組織の中の一番厳しい状況にいる人を、見せないで、ね、向き合っていただいて、その人と、対面して、ね、アクションしようということですね。組織の一番下に目線を合わせる。今日のクレドでした。元気アップでいってらっしゃい。組織の一番下に目線を合わせるっていうことだよね。荒れてる学校行った時は、もう暴れまくって、唾吐いて腹出しねえっていう子供ね、もう鬱陶しいです、これ。はっきり言うと。もう見たくないです、これ。ね。で、会社の中でブスッと不機嫌にする人もこれ嫌です、これはっきり言うて。ね。まあ、避けれる場合は避けたらいいと思うんですけども、組織のやっぱマネージメント、リーダーやってる人はそれ避けられへんよね。で、僕もね、生徒指導主事ですし、部活動顧問ですし、学級の担任ですからね、悩んだんですね。非常にね、悩みました。で、ある時、組織づくりの達人と言われる先生とお会いしてね、勉強を学びに行ったんですね。で、その人は、実学で、お教えされる、素晴らしい方なんです。だから、これせえ、あれせえって座学じゃなしに、まずは、私の学級見てください、的な形や。おもろい。で、その人の人間力、人間性もあって、普通は、あまり、学校、学級というのは個人情報のこともあるので、あまり現場に入ることはできないけども、OK やねん、これ。保護者、子供、周りの職員、学校長から認められてんねん、これ。君のマネージメントが学校や子供を救うのでいいよって、日本中のやる気のある先生に公開してあげなさいって言ってね、嬉しいね。太っ腹やね、学校もね。見に行きました。で、見てたんで。で、見てる中であることに驚いた。何か言ったらね。やっぱ僕ら教員やからわかんねえ。45人見とった。あ、この子一番勉強苦手やな。あ、この子一番コミュニケーション苦手やな。俺みたいに対人恐怖症、赤面症でビクビクしてんな。この子かわいそうやな。ね、あ、この子やっぱりちょっと経済的にもしんどいんちゃうかなって分かりますよね。だから45人の子供たちの中で、あ、この生徒さん一番しんどいわって分かるんですよね。ほんなら休み時間キンコンカンコンってなったら、どうなったかって言ったら、その女の子がひゃーっと先生とか走って小学校よ、ガーって腰つかむん。これ先生ってすんねん、これストローク。で、先生が、おー、なになちゃん、どないしたんやーって、今日も元気やんか、ほっぺたちょんちょんとかね、やりはんねんね。でも生徒がね、もう顔ニコニコーすんねんね。この話ちょっと前も言ったと思うけどね、それやねんね。で、それ見てるときにね、なんかね、ハッとしたんですね。ね。でね、子供たちにね、インタビューしたらね、みんなどういうときに一番安全安心で、幸せ感じて、ストレスから解放されて、ほっとすんのって言うたらね、言うたんです。クラスの中の一番しんどい〇〇ちゃんが、先生と楽しくやってる時がホッとするって言いました。わかります？わかります？子供たちも、今までの経験があるので、やっぱり、いろんな意味でしんどい子供っていうのは、いじめられると、阻害されると、足手まといになるから、関わりたくないっていうのは、人間界の法則の中で経験してきてんねん、幼い子供たちも。わかります？でも、その一番しんどい、一番いわゆるお荷物で、一番関わりたくない子供っていうのに対して、先生が満面の笑顔で、全身ストロークでやっている姿を見たときに、子供たちはどうなるかって言ったら、最高、最大の安心すんねんて。わかる？なんでかわかる？だってそうでしょ？自分が一番厳しいドツボにはまったときに、
みんなから攻撃されて、向こう行け言われて、先生からも相手されへんと思ったら、もう不安感絶大で学校行かれへんやん。だから、そのような子供が、先生言って最高の愛情を持って、先生がその子、一番いわゆる下の厳しい子に目線を合わせて教育しているというのがあれば、組織はもう安心安全感がブワーって高まるっていう。それを現場で見てきました。もうこれは本当に学級経営、部活動経営、学校経営のもう極意中の極意なんです。やっぱり活躍する素晴らしい勉強できるナンバーワンの子に目が行きがちでそこへ見てしまいがちですが、組織は違う。一番下の辛い子をどうするかを見ていると。一番下の辛い子が生かされるかどうかによって不安感が左右するので、そこをみんな感じているということでした。現場の子供たち、現場の実学の中で本当に頑張ってこられた先生の実演、実技、そして見ていた全員が涙するという感性ね。これで、職場の厳しい状況の、コツを学んだと、組織の一番下に目線を合わせるというのはそういうことだということです。いかがでしょうか。ブリッジングの嵐じゃないかな、皆さんの周りの組織、もうご家庭でもそうですよ、ね、出来の悪い弟見せないでね、皆さんね、生徒会会長で勉強できてね、スポーツ万能の兄貴に見えるけどもね、そうじゃなしにね、夜尿症、対人恐怖症、赤面症のね、下の子を見てね、学級も学校も部活動も地域も近所も職場も同じですね。そういうほっこりするクレードでした。組織の一番下に目線を合わせる、ぜひ皆さん実践をしてください。元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よーおっ、見てあげてね。いってらっしゃい。自分もそうしんどい時にあの人は捨てるって、ハンズオン、ハンズオフ、はしごを外す、はしごをかける、全然違うよね。やっぱり人間ってやっぱり感情の集まりやから、組織もね。終わりの学活行ったらよ、皆さん、中学校の2年生の学級学活終わりの会に四谷君の弟座ってるっていうわけや。何気にで毎日おんねん、それそれで。遠足の時にクラスで貧しくてお弁当がやっぱり満足なものを持ってこれない子がおったんよね。